Watch up going bench. Up still, tip. Let's hit dog. No down, push.国を守ることだけはしっかりやってもらいたい。だけど軍備を拡大するのは極力抑えてもらって、それでしっかり守ってもらいたい。国際社会でこれだけ経済力持ってるんで、日本は外外国へのやっぱりその技術持ってるならそれを貸すっていうのも考えなきゃいけないなと思うんで、望むというむしろあのもっともっと予算でもあるんで、自衛隊が多くても構わないと思うからね、僕ら、まあ、軍隊みたいにはならないんだからね、いずれにしても災害が起きた時にこう上からの指令を待ってとか、すごいちょっと不満な部分とかありましたよね、皆さんの声で。そういうところをもっとすんなりいけるような部分とかの指揮系統とかをもっとすんなりできるようにしてほしいなとか。皆さんこんにちは。いろいろなご意見がありましたね。皆さんはどのように感じられましたか。ところで皆さんは平成7年11月に21世紀に向けて日本の防衛力の在り方を示す新防衛大綱が発表されたことをご存知ですか。新防衛大綱とは防衛力の整備、維持、そして運用に関する基本的な指針です。いわば防衛力についての将来ビジョンと言ってもいいでしょう。このこれからの防衛庁自衛隊が目指していくビジョンである新防衛大綱がなぜ今発表されたのでしょうか。前大綱が作られてから約20年が経過し、冷戦の終結により米ソ両国を中心とした東西間の軍事的対峙の構造が消滅するなど、世界の情勢は大きく変わりました。また自衛隊においても主たる任務である我が国の防衛に加え、大規模な災害等各種の事態への対応やより安定した安全保障環境の構築への貢献という分野においても、自衛隊の役割に対する期待が高まってきています。このようなことを踏まえ、21世紀に向け新たな防衛の指針として新防衛大綱が策定されたのです。このような国内外情勢の変化の中で新防衛大綱が作られたのです。今21世紀を目の前にした時代の中、防衛庁自衛隊は遠い将来まで日本の安全を考え、そして世界の平和に貢献する組織へと変わろうとしているのです。それでは今後の防衛庁自衛隊が目指すビジョン、新防衛大綱の概要をご覧ください。平成7年11月28日、日本の防衛力の今後の在り方を示す新防衛大綱が閣議で決定されました。この新防衛大綱が示す日本の今後の防衛についての基本的な考え方とは、前大綱の基盤的防衛力構想、すなわち我が国に対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、自らが力の空白となってこの地域における不安定要因とならないよう、独立国としての必要最小限度の基盤的な防衛力を保持するという考え方は踏襲するものの、保有する防衛力の内容はコンパクト、効果的で、しかも弾力性のあるものへと生まれ変わります。
この考え方により陸・海・空自衛隊の主要装備等は陸上自衛隊編成定数現状の18万人から16万人へ、戦車約1200両から900両へ、護衛艦約60隻から50隻へ、戦闘機約350機から300機へなどに縮小される一方、装備のハイテク化、情報・指揮通信・警戒監視機能の充実などにより防衛力の質を向上するとともに、即応性の高い予備自衛官の導入など事態の推移に円滑に対応しうる弾力性あるものへと改革されるのです。また日米関係については日米安全保障体制の意義とその信頼性の向上を図り、これを有効に機能させていくこととしています。こうした基本的な考えをもとに、新防衛大綱はこれからの防衛力が果たす役割として3つの主要な柱を示しています。それは自衛隊の主な任務である我が国の防衛、大規模災害等各種の事態への対応、より安定した安全保障環境の構築への貢献、これらすべてが重なり合ったとき、新しい防衛庁自衛隊の姿が見えてくるのです。自衛隊の主な任務である我が国の防衛は、新防衛大綱に示された防衛力とこれを最も効果的に運用できる体制を築き、日米安全保障体制と相まって日本に対する侵略を未然に防止するとともに、万が一侵略の事態が起きた場合には迅速にこれに対処して日本の防衛を全うします。私たちは平成7年1月17日を忘れません。大規模な自然災害が私たちに何をもたらすのか、そしてその中で自衛隊は何をすべきなのか、心にしっかりと刻むべきあの日だったのです。何も災害は地震だけではありません。火山の噴火や大型の台風、また地下鉄サリン事件のような特殊な災害、その他いろいろなことが考えられます。こうした突発的な事態に対し、自衛隊は災害現場では行方不明者等の捜索・救援、防疫、医療、給水、人員・物資の輸送など、被災者の生命を守る役割を迅速に行っていきます。また我が国周辺地域において、我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態が発生した場合には、例えば政府専用機等による在外邦人等の輸送、我が国に大量の難民が到来した場合の対応などを行うことが考えられます。このように自衛隊はいろいろな状況や事態に対応できるように、より積極的な訓練・活動を行っていきます。そうです、日本国民の人命や財産の保護が必要になったとき、自衛隊は大きな力となるべく指針を明確にしたのです。不透明・不確実な要素をはらみながら安定化のための努力が続けられている国際社会において、今後防衛庁・自衛隊がどんな役割を担うべきかを示したものがこの指針です。一つは国連平和維持活動や人道的な国際救援活動を行う国際平和協力業務と、海外の災害に対する国際緊急援助活動。二つ目は国家相互の軍事力や国防政策を明らかにし、信頼関係を深めていこうとする安全保障対話・防衛交流。そして三つ目はミサイル・化学兵器などが拡散することを防止するために、国連などが行う軍備管理・
軍縮の活動、協力、これらの活動に積極的に貢献していくことが防衛庁自衛隊の目指す世界平和への道なのです。いかがでしたでしょうか。防衛庁自衛隊が目指す新しい防衛の姿を多少なりともご理解いただけたと思います。我が国の防衛、大規模災害と各種の事態への対応、そしてより安定した安全保障環境の構築への貢献、この3つの役割を果たし、私たちの国の防衛を全うするとともに、国際社会の平和と安定に努めていくことが新しい防衛庁自衛隊の姿なのです。それでは次に、平成7年に自衛隊が行った活動を見てみましょう。11月の新防衛大綱の決定を受け、12月15日、平成8年度から5年間にわたり、新たな体制への移行に向けて、陸、海、空、自衛隊の機関部隊の見直しをどのように進めるのか、また、機関内に自衛隊の装備をどの程度購入するのかなどを示す中期防衛力整備計画が閣議決定されました。この中で、この計画実施に必要な防衛関係費の総額の限度は、平成7年度価格でおおむね25兆1500億円程度をめどとすることや、陸上自衛隊の2個の師団を旅団にすること、海上自衛隊の2個護衛隊の廃止、支援戦闘機 F2-47機の調達などが決定されました。防衛庁は日米首脳会談の開催や共同訓練の実施など、日米安全保障体制の信頼性の一層の向上に努めるとともに、技術協力の面においても日米で共同開発中の支援戦闘機 F2 が初飛行を成功させるなど、意義のある年でした。また防衛庁は、アジア太平洋諸国との安全保障対話、防衛交流も盛んに行いました。1月に起きた大惨事、3月には地下鉄サリン事件、そして夏に起きた長野新潟地方を中心とする梅雨豪雨と、平成7年は災害が後を絶たない年となってしまいました。自衛隊はこうした災害に対する国民全体の防災意識の高揚に伴い、全国各地で地域住民と一体となった防災訓練を実施しました。また災害時においては、日々の生活に不可欠な水や食料を供給する給水車や炊事車、被災者の方々にとっては安らぎとなった野外風呂、そして生命線となる輸送路を作るための応急的な橋など、自衛隊の装備品が被災者の生活にさまざまな形で役立っています。
12月、ゴラン高原国際平和協力業務実施計画が閣議決定され、陸上および航空自衛隊は本格的な準備を開始しました。この業務はゴラン高原で活動を続ける国連兵力引き離し監視隊アンドフに参加し、中東の和平に貢献する役割を果たすことが目的となっているのです。皆さんは自衛隊の訓練演習というとどんなイメージをお持ちでしょうか。きっといろいろなイメージをお持ちでしょうね。少し覗いてみましょう。日々の訓練によって初めて培われる実力、こうした高い訓練レベルを維持することが侵略を未然に防ぐために大きな役割を果たしているのです。こうした積み重なる努力こそがいざという時に本当の力となって発揮されるのでしょう。防衛庁自衛隊が求めるものは皆さんと同じ限りない平和な世界です。でも現実にその平和な世界をつかむにはいろいろな努力が必要なのです。これからも防衛庁自衛隊はその目的のために一歩一歩歩んでいきたいと思います。